受胎告知二人のミュージシャンの天使との謙尊のマドンナ、ポルディペッツォリ美術館、ザノビストロッツィは、イタリアのルネッサンス期の画家。通常はより簡便に、ザノビストロッツィと呼ばれ、フィレンツェと近くのフィエーゾレで活躍した、イタリアルネサンスの画家兼装飾者本家。バザーリが言ったように彼はおそらく生徒として、フランジェリコと密接に関係し、 バッキンガム宮殿マドンナのマスターと同じ画家彼の生き残った作品のほとんどは写本のイルミネーションであるが7つの祭壇画と6つの聖母子や金属細工のいくつかのデザインなどや多くの遺体も彼の絵に起因している。ブルックリン美術館マイナス4人の天使とアガナイ首都の聖母子、ザノビストロジーマギの行列およその間。1445年と1450年。 カントルパリジの228ゴードン406ゴードン406カントルパリジの258カントルパリジの266ありがとうございます。